宇宙、そこには地球人類の夢と希望が広がっている。そして月には颯隊長率いる100名の精鋭部隊からなる DPC 月面基地ガロアがあった。隊長はさっき発着ゲートへ。まさかあいつ地球へ。隊長、ここはすごいな。頼むぞ、ガメ。9528CMG、 こちらガルワ基地副隊長岸永。颯隊長がガルワ基地を全滅させました。繰り返します。颯隊長がガルワ基地を全滅させました。ガルワ基地からただ一人生きて帰った岸永副隊長は事情を聞かれていた。颯隊長に何か変わった様子はなかったかね。わかりません。ハヤテはポーカーフェイスだ。何が起きても弱みを見せたりしない。俺は指揮官として奴のそういうところを買ってた。知力体力ともに優れ、精神面の強さも TPC ではずば抜けていた。ハヤテ君以外にガルバの隊長は思い浮かばなかったぐらいだ。しかしその優秀さが指揮官としてのハヤテ君には災いしていた気がします。自分しか信じることのできない孤独なタイプというか。それは誤解です。確かに颯の性格はとっつきにくいです。でも月基地を最強の地球防衛の拠点にしようと全力を注いでいました。でも私は見ました。ガロアは颯隊長が破壊したんです。私には信じられません。私も信じたくない。しかし彼が現れないことにはきっと何か理由があるはずなんです。ガッツに颯隊長捜索の指示を。そのことについては
追って通達する。宇宙艇は一切推進力を使わずに宇宙を流されてますね。誰も乗っていないんじゃ。ガロアの件は刑務局の管轄になった。ガッツは一切手を引いてもらう。理由を聞かせてください。君とハヤテは訓練センター時代からの同期だ。それがどうしたんです？市場を挟んで捜査に支障をきたしはしないか。ハヤテはずっと私の目標でした。もう一本。イルマ、剣の敵を倒す前にまず心の敵を倒せ。今お前は二人の敵と戦ってる。もしハヤテが間違っていたら、今までの自分も間違っていたことになります。ともかくガッツはガロアの剣から手を引くんだ。一人で早瀬隊長を探すおつもりですか？それなら僕たちが行きます。これは規則違反なのよ。我々は規則ではなく隊長を信じて今までやってきました。隊長の信じる早瀬隊長を我々も信じたいのです。隊長は司令室にいてください。隊長。かくして大吾とレナはガッツウィング1号で早瀬隊長の捜索へ。宗像、新城は岸永副隊長の尾行を開始した。変わった様子はないですね。全く同じ頃。貴様何者だ？岸永副隊長は今総監らとこっちに向かっているところです。今日はライブラリーで被害報告書を作成している以外何も。入間君、君には失望させられた。ガッツは命令に背いてハヤテの宇宙艇を捜索してるそうだな。早くハヤテを見つけることがガロアの真相究明に。そういう勝手な行動が組織を混乱させるんだ。市場を交えて組織を乱す。ガッツの指揮官失格だ。入間君、君を降格して隊員に戻す。もう後任は決まってる。ガッツの新隊長は岸永君だ。納得いきません。ガロアの真相もまだはっきりしないのに、どうして岸永さんがガッツの隊長ですか？僕ら入間隊長だったからついてこられたんです。そうだ、冗談じゃないですよ。上が身勝手だと下の門までわがままに育つ。僕たちは命令を聞くだけのロボットじゃありません。君たちは TPC という組織の中に。総監も長官も参謀も
人が変わってる。ガロアが破壊されたから、この人が来てから。でも彼はずっとライブラリーに。今お前は二人の敵と戦ってる。誰かいたら応答してください。誰かいたら応答してください。俺が行く。変な物体が。困るな、イルマ君。また勝手なことをしているのかい。これは一体。知りたいかい。岸永副隊長の姿をした双子のエイリアン、どうやってガロアに。二月ほど前、コペルニクスクレーター付近でガロアが二つアトムの巨大なエイリアンの死骸の回収をしたのを覚えてるか。朝になると消えてたとか言う。なあ、だがそうじゃなかった。エイリアンは仮死状態で岸永とすり替わってた。じゃあ今も本物の岸永副隊長はマユに。そうだ、今頃本部の連中もみんなマユの中かもしれんな。まさか。さっきから呼んでるんですが、隊長から応答ありません。まさか隊員に降格されたのがショックで出てっちゃったんだ。そんな人じゃない。少なくとも早く隊長が見つかるまであの人はTPC からは離れない。岸永なんかに司令室の指揮はまたがせんぞ。隊長、どこ行ってたんですか。私は隊長じゃないわ。これからは岸永新隊長の手足となって働くつもりよ。以上悪いことをするのはやめて。ガロアを全滅させた罪を償って。親友の顔を忘れたの。親友。
どうした大吾。隊長、戻ってください。ここはガッツにお任せを。お前さんたちには任せられんよ。参考になるからついてこいよ。ついてこれるか。お前さんがティアかい。ホワイできて光栄だ。だがガルワの仇を俺を出してもらうぜ。
総監。その後、眉の中から本物の沢井や入間が全員無事で発見された。大丈夫ですか。数週間後、早手隊長と岸永副隊長はガロア基地再建のために月へ旅立つことになった。ありがとうございます。気は済んだか岸永。はい、行くぞ。了解。早手隊長、頑張ってください。わいそうなやっちゃな。そう言わないの。あれで人一倍照れ屋なんだから。うっそガッツ隊長、入間恵様、俺は今日からガッツを目標にガロアを再建しようと思って、心の通じ合うガロアを作ればきっとエイリアンも入ってこれない。隊員同士の強い絆こそ最強の砦だとお前さんたちを見て改めて分かったよ。ガロア基地が完成したらぜひガッツのみんなで月へ遊びに来いよ。ガロア基地隊長、ハエテシン推進。相変わらずチャーミングだったぜ。ハヤテ隊長からメールが届いてたわ。ガロアが完成したらみんなで遊びに来てって。行くか。行こうか。行こう行こう。怪獣ヤナカーギーを探す謎の男チャリジャ。彼は円谷英二を訪ねて1965年へ旅立つ。次回ウルトラマンティガ、ウルトラの星、お楽しみに。